じゃあこれ前も話をしたかもしれないですけども、まずケーパップ、ケーパップ、あれ、打てなきゃ。ちょっと発音がちょっと微妙に違うんだけど。でこれがケーって何でしたっけ？犬。犬。パップな？じゃあじゃあケーケーパップってどういう意味ですか？犬ご飯。犬のご飯ですよ。犬ご飯。じゃあこっちは何でしょう。これわかるかな？こちら K-POP、こちら K-POP ですね。日本語にしては同じかもう K-POP、K-POP ってなるかもしれないんですけど、じゃあこれね、これなんですよ。このことなんですよ。K-POP ですよ。で、これ英語だと向こうはこうパッですよ。だから、あれ書けないんだ。あ、これすごい。これなんでしょう。これがパッ、これ。がソンみたいな感じ。ソン。手？ん？あ、あれはソン。あれはソン。これはこれですよ。ソング、日本語ではポップソングって言うでしょ。で僕はやっぱパッってやこれはソン、これこちらソンでこちらソン、うん、でこれ NG の発音なんですね。で向こうではポップソングのことは向こうはパップソン、パップソンって言うんですけども、じゃこれが K-POP のことですね。向こうは K-POP って言うんですけども、で私がですね、実はね、ある韓国人に私はこれを言ったんですよ。私は K-POP、 特にガールズグループが好きだって話で K-POP って話をしたんですよ。そして私は声小さくて、彼がどういうふうにこの聞き取ったかというと、ここに聞き取っちゃった。え？犬飯？犬飯好きだろ？いや、あなた人間なんで犬飯が好きなの？そういう感じで聞こえちゃって、すごいびっくりされたっていうことがあったんですね。ちょっと声小さかったので、毎日うさくて、看護師も聞き取れなかったんですけど、私は好きなのは犬の飯じゃなくて、K-POP、要するに K-POP の声ですね。だからこれ、発音は K-POP、で、こちら K-POP。で、前にやったと思うんですけど、K-POP ってなんかありますよね、トルコの料理で。K-POP ってあるでしょ。あの肉を、ね、そういう音するやつ。だから韓国でケバブケバブってちょっと売れないじゃないかと思うんですよね。だって犬飯って意味だから、ケバブって言ってもね。はい、まあそういう話がありましたってこと。